インドネシアで一番有名な日本人みやびっていうのがいるっていうのは YouTube で言ったと思うんちゃけどね、彼女有名すぎるんよ。まあポルノスターなんやけどね、めちゃくちゃ有名なんよ。もう本当にインドネシアで知らん人はおらんぐらい有名なんよ。でもうただただインドネシア人はみやびさんの顔が好きなんよね。あの顔がめっちゃタイプらしいっちゃ、インドネシアの男からすると人気がすごいわけよ。けどこの国ってイスラム教が8割ぐらいかな、7割ぐらいがイスラム教の国やけん、イスラム教って一応結婚するまでエッチしちゃダメっていう国やけん、まあしてやポルノスターとかってその国としてあんま認めづらいやん。日本は合法やん、別に AV 女優って堂々とできるやんね。けどあの違法な国だよね。AV を作ることもダメなんよ、そもそも。で AV 見ることも一応ダメなんよ。じゃあなんで知ってんだって話よね。なんで見ることも禁止されて作ることもできないのになんで知ってんだって言ったらね、やっぱみんな違法版とか海賊版とか違法アップロードとかを見るらしいじゃん。違法アップロードとかがする場所ってさ限られとうやん。日本みたいに合法やったらさ、競合他社とかいろんな会社がさ AV 作ってそういうの流すポータルサイトとかいっぱい作るかもしれんけど、エロサイトっていっぱいあるやんね。けどインドネシア人からするとそもそも違法やけん、いろんな技使ってみようとするわけよね。でいろんな技使ってみようとすると大体行き先が決まるわけよね。そんなに多くはないわけよね。逆にアスカキララとかはこっちはそんな有名じゃなくて、みやびさんがダントツで有名で、次は青い空かな。青い空めちゃくちゃ有名。あと最近やっぱ若い子は深田恵美知ってるね。でもそれは違法サイトからエロを見てるってよりかは多分 TikTok とかの影響かなっていう感じで結構知られてるって感じで、そのみやびさんが4年前ぐらいに来たんよ、映画の撮影で。もうインドネシア中が騒いだらしいっちゃうね。みやびが、あのみやびがインドネシアに来たみたいな感じで、バカーみたいな感じで、もう本当に日本で言うマイケル・ジャクソン来ましたみたいなぐらい盛り上がって、うわーみたいになったけど、やっぱ国としてはやっぱそれ認めづらいわけよね。宗教の強い人たちはやっぱデモとか起こしたらしいよね。宗教団体がお前は入ってくんじゃねえみたいな。でさらに普通の映画の撮影やったんやけど、やっぱポルノスターがね撮影しに来ましたって言うと AV 作りに来たみたいな、 AV の撮影かと勘違いされるやんね。本業別に映画の女優じゃないけんね。だけど AV 女優やけん撮影しますって言ったらそれ勘違いされて、大デモが起きて4年前に来んなみたいな感じで追い出されたらしいっちゃん。でそっから国から2年間入ってくんなって言われたらしいっちゃん。すごくない？国からよ。そんな国ある？なかなかすごいよね。で2年間は来ない方がいいよって言われて、そっから4年ぶりに来たんよ、インドネシアに。来たっていうか呼んだんやけど、俺が呼んだら話題になるかなと思って呼んだらめっちゃ話題になっとった。みやびがまたインドネシアに来たみたいな感じでバッコーンみたいな。